and that obviously we've seen that we need a lot of hard work if we want to go back to Division 1. But let's remember this feeling and make sure that this fuels us when we come back for next season, so that we never experience this again.今シーズンずっと I hear you shout off the huddles, centers together, locks together. ハドルの後、センター一緒に、wings together. バックロー、ウィング、ロック、集まろうって言ってた。That's where your strength are. そこが俺らの強み。Individual to be the hero tonight. 一人でやってヒーローになろうとしなくていい。Your individual brilliance. 一緒にやること。But together. 個々の能力っていうのは、一緒にやることによって初めて光る。80 minutes, boys. I'll come and carry you off the field. I'll come and drag you. I'll lift you up. フィールドから運び出されるぐらい、すべてを出し切ろう。自分らがどこで強み出せるかも全員分かってる。Okay, we all know our strengths. Okay, もう80分絶対走りきる。Okay, just keep running. Okay, I want them. もういいチームになってきたから、もう最後しっかり全員やってきたことを信じる。Okay, we just okay. それ信じたら勝ちだから。Okay. 最後の試合ね。Last game, boys. 一つの。Okay, just there's one. チャレンジャーらしい。Okay, we're the challengers. 逃げ切るんじゃない。Okay, we're not taking the risk. We're gonna go and get the victory. Sure. Okay. Okay. そのために。So in order to do that, 一つ一つのプレー。Every single detail. Okay. We execute.ノンメンバーの部分。OK、フォールのメンバー。フォールスタッフ。全力。OK。全力で捧げましょう。じゃあ、行きましょう。スイッチオン。初戦に勝利し、ディビジョン1昇格へ王手をかけたのが白いジャージ、浦安 D ロックス。対するはディビジョン1への、1での残留をかけ、土俵際、花園ライダーズが迎え撃つ戦いです。ライナーズ初戦負けたんで、こちらもそういう気持ちになってますよね。ウィルゲニアが描いた。さあ早速その注目のウィルゲニア、大一番でいきなり取った54秒。しっかりとコンバージョンキックも沈め、まだ2分なっていません。1分50秒回ったところ、7対0。こっからやり直し、やり直し。リードなんてないよ。クラッとパス、タブラ離したボール、外で取り切るか、内から強いか。さあ取り返してきました。こちらも取ってきたフレンチ D ロックス。抑えたのがフルバック安田拓平。
ているチームですが、怪我人がこう多いということで、こう竹内が存在感を見せています。寂しいレベルでしょうか。ここでまた3点を追加します。カナダのライナーズ13対8。あと40分で40 more minutes boys 全部出そう。 OK Leave him out of it. 体ぶつけまくる。 OK Let's go.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  Three, two, one. Heroes.長いパスはここだ。取りました。そして拾ってまさかパス。シーテクニック見せた。落ち着いています。クイードケンパー技あり。チームになるってのはそんな簡単なことじゃないなって。勝つ時なんてチームワークなってたら勝つんですよ。劣勢に立たされた時ね、そこにやっぱ本当の意味でのチーム力って出るから。Thank you.
JP だな。待ち望んだっすね。一年長かった。なんか思ったのは結構絶望的な状況もあったじゃないですか。多分去年だったらみんなもう諦めてたんですけど、今年は全員プロセスだけ信じて、多分全員目死んでなかった。いつも通りやれば結果がついてくるって信じてやりきった。その結果がこれだったんで、なんか一戦一戦チーム力が上がってチームで勝てた感じがしたので、なんか嬉しかったですね。ここじゃなくてチームで。試合終わったとき、どんな感情でした？ほっとした感じがでかかったですね。だからみんななんか、試合終わった後もこう、うわーいみたいな感じじゃなかったのは、そういうことだと思います。一回頭真っ白になって、逆に勝つ、嬉しすぎると頭真っ白になるんだなと思いました。で、なんか込み上げてきましたね。あのメンバーの人たちが入ってきてくれて、昇格ティーみたいなのあったじゃないですか、知らなかったんで、でこうなんか泣いてる人とかもいて、ちょっともらい泣きしそうになったり、みんなとこうハグしてたらだんだん湧いてきましたし、なんかファンの人たちもなんか D ロックスコールしてくれて、そう、そこで実感しました。ずっとこう張り詰めてる感じ、なんかもちろん恐怖とかプレッシャーとかをやっぱこう最初は感じてたんですけど、なんかその近鉄のことを考えると、まず最初に恐怖とかプレッシャーとかあるイメージだったんで、それ良くないなと思って、近鉄戦ってなったら楽しい試合とか、俺たちは勝つから最高の試合になるみたいなイメージをなんか自分の中で埋めつけて、とにかくポジティブに自分を変えてましたけど、やっぱどこかではそういう恐怖だったりプレッシャーあったんで、ずっとこう心拍数高い2週間みたいな、最後から逆算してどれぐらい練習の、まあ、質とか強度が足りてないのか、毎日自分の中で敏感にやりながら、まあ、多分最後本当勝つまで何か細かく言ってきたので、まあ、人によっては何言ってるんだろうっていうところも多分あった時もあったかもしれないですけど、まあ、自分としてはこう思うようにやってきてよかったなっていうのはあります。足りてないものは、まあ、それ昔もそうですし、多分今回も絶対 あったと思うんですよね。まあ、結局勝負なんで、去年だって勝ったかもしれないし、今年だって負けたかもしれないんで、そこは何とも言えないんですけど、今年のチームの方がこう難しい時間とか苦しいゲームを多く過ごしてきたと思います。でそれをこうちゃんと勝ってきた、まあ、負けても何ていうんですか、それをこう全員で何でだろうってしっかり捉えて次の勝利につなげたりとか、そういう時間を過ごしてきたからこそ、自分たちにフォーカスして何が必要か、どういうプランだったかっていうのをこうやりきることができたじゃないかなと思います。順位決定戦の初期戦ぐらいから雰囲気が良くなったんで、まあ、その前にちゃんとプレーヤーで一回プレーオフに向けてちゃんとミーティングもしたし、まあ、一番大事なのはやっぱコーチがどうこう
いうことに対してリアクションするというよりはしっかり選手が本当に上がりたいっていう気持ちが大事だったんで、まあそこはきっかけは多分あそこら辺からかなと。完全になんかこう肌感覚を数字とかじゃない肌感覚なので、個人的な感覚では、まあ、この練習とかこの雰囲気とかこの落とし込みがちゃんとできてればまあ問題ないというか、まあ、戦えるし、まあ、ここまでやって無理ならまあもう相手が素晴らしかったと思えるような準備をしたので、一発勝負とか、うん、能力だけでとか、うん、誰か能力で取ったとか、まあ、去年そうでしたけど、うん、そうじゃなくてこうチームでコネクトして勝ち切った感があるんで、うん、そこはこう一番チームを作るんやなって大切なところが、まあ、全然完璧じゃないですけど少しはできてきたのかなっていうのは思います。だけど別の一つを理解してシーズンどんな状況になっても全員コネクトしましょう。やっぱラグビーはもちろんすごいプレイヤーうちにいたり、そのリーグワンにもたくさんすごい選手いたりしますけど、結局はそういう能力とか個人プレーで勝てないのがラグビーで、やっぱこうチームでみんなで苦しんだりこう、まあ、時には嬉しい思い出もあったり、そういうのをこう乗り越えてこうなんていうんですか、チームとしての厚みが生まれていくんだなっていう。実はキックチャージも僕あれスクラム勝ったんでそのままブレイクしたんで、僕は実はフランカの隣にいるんですよね僕。だからあれスクラム負けてたら僕チャージいけてないんですよ。だからスクラム勝ってそのまま走ったんで8よりも早くブレイクできてチャージに行けたんで、あれはスクラムから出たトライだと思ってます。別に自分個人じゃなくて、まあ、鍋島もフランコもいいスクラム組んでくれて、去年だったら正直鍋島フランコ僕なんて練習でも一回も組んだことないパックだったんで絶対崩壊してたと思うんですけど、まあ、そこがしっかりガチッと組めてガチッと押せたのはやっぱりその今年のチームの成長でもありますし、僕の去年のスクラムの本当ダメダメだったあの時からの成長だと思ってます。あとやっぱ今年はそのノンメンバーの人たちが練習でこうアタックディフェンスみたいな練習があるんですけど、結構僕たちをボコボコに A チームがボコボコにされるぐらいこう強度高くプレッシャーかけてくれて、練習でもそういうシチュエーション体験できたんで、うまくいかないシチュエーションも、うん、だからノンメンバーのこの底上げというかそのチームの底上げをも感じれたんで、それは本当に感謝したいですよね。チーム全員が本当なんか勝利に対して今回の勝利に対して貪欲だったと思います。本当にメンバー外もそうだし、まあ、メンバー外がすごかったですね今回は。メンバー外のエナジーっていうかすごかったです練習で。やっぱりでもその試合に出るメンバーが一番取られたトライ取られた相手って練習の相手になってくれてたメンバー外れた選手のチームだったし、試合に出る側としてもそのなんていうんですか、絶対に試合出れるみたいなメンバー確定してるみたいな感情に多分なってた人はほとんどいないと思うくらい、全員本当にレベル高かった、誰が出てもおかしくなかったっていうところはすごかったですし、あとはやっぱその試合の前日とかであるノンメンバーセッションとか見ててもやっぱなんていうんだろう、 あそこにやっぱ試合に出たかった人たちがやっぱりちゃんといて、しっかりちゃんと努力しててきついトレーニングしてるっていうのを横で見るんで、下手なプレーできないですし、
そういう人たちのために勝ちたいなというふうに思いましたね。まあ、ふとこう自分がつけてる番号のことをちょっとあれして、なんかちょっと前にそれこそカブさんとかルイさん、ケンさん、リョウさんの引退知って、ですごいなんかこう僕がデビューしたての時に一緒に組んでた先輩が全員いなくなって、なんかそうですね、試合前にそう自分がつけてる3番とか18番っていうのはこう僕だけじゃなくて、今までシャイニングアークスも含めてそのチームが強い、そのチームの強さを守ってきた人たちがあるからこそその3番と18番があるっていうのをすごいそのシーズン、その試合始まる前に自分で思ってて、だからそのすごい改めてその降格したのも、僕スタメンで出て負けてすごい申し訳なかったし、で去年も勝てなくて申し訳なかったし、で今年もその試合前は本当にその3番と18番の重み、僕だけじゃない今まで作り上げてきた人たちへの感謝と恩返しの意味で試合に臨んで、まあ、それをようやく一個成し遂げたかなっていう、まあ、成し遂げてはない、遂げてはないんですけど、まあ、こうファーストステップは踏めたのかなっていう難易度でした。いや楽しみですね、めっちゃ。やっと、本当やっと長かった、やっとスタートラインに立てたんで、来年はタフではあるけど、まあ、あの毎試合本当に相手としては嫌な相手になれる存在だと思うから、毎試合なんか面白い押しかけができればいいし、なんか去年は、あの今年かは必ず最後勝たなくちゃいけなかったので、別に思い切りやってないわけじゃなかったんですけど、まあ、本当心理的には3年目のクラブでこうインパクトのある、なんだろう、試合を自分の中で見せていける数少ないチームだと思うので、しっかり自分たちから仕掛けることが大事だし、いろんなところでなんか本当 D-Ops に入りたいとか見てて、まあ、プロの選手もそうだけど学生も含めてこう見てて本当楽しいようなチームになることが一番大事だと思うので、まあ、しっかりそこで結果出してやっていきたい。できないことを目標にするタイプじゃないです。なんとなく、あの優勝を目指すぞ、金メダルを目指すぞっていう のはあまり好きじゃなくて、自分たちのこう実力とか、あの、まあ、練習試合とかも込みで、あの試合を してみて、自分たちのこう立ち位置とかどういう状況なのかっていうのをしっかり考えて、こう絶対目指せる目標を言うタイプではあるんですけど、それでも優勝したいです。やっぱなんか入れ替え戦、あの先週の入れ替え戦勝って、グラウンドで、選手スタッフ全員で、試合後写真撮ってエンジン組んで、でファンの人も今一緒に、まあ、拍手とかコールとか、した景色って雰囲気ってもうすごかったじゃないですか。本当にすごい、あんま言葉で示す、なんか表現するのが難しいぐらいすごい嬉しい瞬間だったんで、
それをもう一回味わうことができるのってデビジョン1優勝しかないじゃないですか。もう優勝してもう一回あの雰囲気っていうか、それをしかも国立で味わうことができるのならこんなに最高なことはないんで、本当やっぱちゃんと目標を立てるのが大切だと思いますね。なんかこうチャレンジャーとしてやっとスタートライン立てたから行けるとこまで行こうみたいな感じじゃなくて、やっぱもうまずはやっぱ優勝するにあたってまずはトップ4に入ること、ここをどれだけ全員が本気で多分いや無理でしょとかじゃなくて本気でそこをマインドセット変えれれば絶対その僕たちはそんぐらいの力はあると思って、あとはもっと楽しみながらディビジョン1をプレイしていきたいですね。